lives right here. Love Hit Music. FM Osaka.遠藤さん、高木くんのミュージックビットに続いて6時からは僕らがお届けします。10月5日179回目の関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、略してカンバリ、こんばり関西ジャニーズジュニア正門義則です。こんばり須田誠也です。こんばり小島健です。はい、ということで、まあ、10月入って一発目の A グループの、カンバリなんですけども、なんといい、ね、もう年内今日を入れたあと7回らしいです。え、どういうこと、放送が A グループってことですよね。これすごく早くない？めっちゃ。あと7回か。あと7回で終わり？今年が終わりますよ。うわー、早いな。今年ももう早いね。あっちゅう間でしたね。マジで。なんだかんだ。もう外も暗くなりましたしね、この時間で。ほんまやほんまや。ほんまやな。そこ大事やな。そう、この間までまだ夕方や言うてたのに。ほんまやな。ほんまやで。ほんまそうですよ。で10月1日になって結構ね、あの A グループもいろいろ発表音やったりとか。いや、そうですね。確かにそうね。まさかどうか。ね。そうなんですよ。さっきミュージックビットでも、はいはい、言っていただいたんですけど、はい、相葉くんのドラマ、和田家の男たちに正門出演させていただきます。うん、ありがとうございます。いつからですか、放送は。10月22日。あ、もうやからスタートなんですよ。言ってる間ですね。そうそうそう。何曜日ですか？の、金曜日ですね。金曜ナイトドラマなんで。はい、金曜ナイトドラマ。そうなんで、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですし。かっこいいな。金曜ナイトドラマに出る。な、相葉くん上司役でしょ？そうですよ。いやー、楽しみやわ。ドキドキよ。なんか写真見る限りすごいもんね。服装とかも。すごい、なんか、あれよね、タンクトップに名前書いてあるやつ。ちょっと待て。タンクトップに名前書いてある。あんたどこの媒体の何を見たんや、それは。タンクトップに名前書いてある。名前書いて、まさかどよしのり。書いてへんわ。俺見たやつあれだよ。あの、アロハシャツ、パイナップルの総柄のアロハシャツに短パン。マジっすか？に、なんか、ブーツ。なんブーツ。俺、亀仙人かなんかやと思ってんすか？じゃあ違うやつ見てる。牛柄のセットアップですよ。すごいよ。あの牛と一緒に写真撮ってるやつか。牛と一緒には撮ってないのよ。牛柄のセットアップもすごいけどね。すごいでしょ。そう、あの派手な格好で出てきて。いや、そうそう。だからどういうキャラクターなんかちょっと楽しみやもん。ね、いや、もうぜひぜひ今までやったことない役なんで、その辺も楽しみにしてください。わ、楽しみ。楽しみです、これは。あと、まさやも映画が発表になったりとか。そうね。すごいね。そう。来てるね。いい勢いで。ぐいぐいね。来てますから。で、1日、ジャニーズビレッジが。ああ、そうです、村上くんのに。そう、させていただいてね。僕たち2人と。はい。面白かった。あ、見てくれた？見てたよ。嘘や。ほんまやし。嘘やろ。嘘やろ。ほんま。なんか嘘っぽいな。嘘っぽいな。なんなん？鼻伸びてるで。どう、ピノキオ？おぉ。ピノキオ？耳でかなってんで。手品や。手品じゃさんやったっけ？あれミッキー、でっかくなっちゃった。ミッキー、マリーさんや。ミッキー、俺が言ってんのはミッキー。ミッキーやる？あれか、お口ミッキーちゃんのやつか。ミッキーちゃん。おー、すごいな、今日。村上くんにそれ教えてもらった。今全部出してる。今全部出してる。村上さんに教えていただいた。はい。そうです。いや、楽しかったね。楽しかったね。先輩、本当に先輩。そうしたけどね。せやくんずっと緊張してた。マジで俺、もうな、3、4時間前ぐらいからめっちゃ緊張してない。ずっと緊張してない。なんかあんま見たことない、せやくん、ほんまに。あ、そうなんや。スタッフさんも言ってたよ。佐野と小島に何回も心臓触ってって言って。心臓触ったもすごいのよ。めっちゃ動いてるから。ええ、そうなんや。せいやくん緊張する、あれ、イメージがあんまりないわ。ちょっとド緊張やったわ。え、あれは、それは、何で緊張したんですか？ああ、え、何で？何で？どこ？いや、やっぱ村上くんかな。ああ。だあ。ずっと見てくれてますしね。そう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 。ロケとかもね、グループなる前からずっと。そうやね、確かに一緒に行かさせてもらって。そう、ほんで一緒にロケ行った時とかに、こう、村上くんがさ、こう、お前らどういう感じでやるんやっていうのを見てきてるから。ちょっとアドバイスとかもいっぱいくれてる。そうそうそう。なんかちょっとこう試されてる感というかさ。あったんや。実力を見られてる感がちょっと感じてさ。へぇ、それの緊張があったんかもしれん。すっげー緊張してたから。びっくりした。でも見てる側はそんな全然。あ、ほんと？うん。嘘やん。もう楽しく。もう最初から最後の緊張しっぱなしだった。結局。そうなんすか。結局。へぇ。いやー、でも羨ましかった。君と見たい世界とか一緒にね。いやー、そうね、楽しかったね。ちゃんとエイトさんの許可いただいて。そうそうそう。めっちゃ緊張したよね。緊張した。あの歌難しいし。バリバリ練習したもんな。うん。最後の最後。何時間ぐらいやったんですか？いや、時間にしてやるとほんまに50時間以上は練習してるんじゃないかなっていう。ね、だから曲選びからね、めっちゃ考えてたからね。そう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 。知ってるから、あ、これになったんやと思いながら見てて楽しかったです。いやいや、よかったですよ、でも。デビュー目指して6人仲良くやっていきましょう。いや、そうです。いや、本当に仲良くっていうのを教えていただきましたから。そうね。そうね。よろしくな、まさかの。マウント取ってきよう。これから来やんの。マウントが不安やん。じゃあタイトルコールの方行きましょうか。はい。
関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド。関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、略してカンバリ。この番組は聞いてくださる皆さんと一緒に面白くしていきたい、楽しい時間を一緒に過ごしたい番組です。はい、今回募集していたメールのお題は器用な私不器用な私だったんですけど、うん、先週のなにわ男子会で A の回のお題は落ち込むわーですと告知が出ました何しないなんすかこれ。台本作ってるエヴァが先走って、うん、次の回のお題を出してしまったので、うん、落ち込むわは次の回に持ち込みますそういうプチ事件があったのね。ご了承ください、お願いします。エヴァさんのミスですね、はいはい、すいません、はい、こちらがあの、はい、後できつく叱っておきます、はい、後でメガネ割ります古典版にするなということで今日も7時前までお付き合いください。それでは CM です。関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド。この番組は琵琶湖グランドホテル京大見他各社の提供でお送りします。琵琶湖グランドホテル京大見、おぼと温泉、お肌すべすべのお湯、琵琶湖一望の大展望風呂や露天風呂付きお部屋プランなど、あなた好みのくつろぎいっぱい。滋賀京都の旅を存分にお楽しみください。大阪からもすぐ琵琶湖グランドホテル京大見。関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド。カンバリー。真夏のピークが去った天気よ。テレビで言ってた。それでも未だに街は落ち着かないような気がしている。夕方
関西ジャニーズジュニアが FM 大阪からお送りしています。関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、略してカンバリ。お送りしたのは神奈川県ラジオネームうちさんからのリクエスト、バンクバンドで若者のすべてでした、はい、うちさんのメールを紹介したいと思います。お願いします。 A グループの皆さん、こんばりこんばり。私が器用にできるのは卵焼きです。あら、卵焼き。大学生の頃、あちこちにあるチェーン店の食堂でバイトしてて、なるほど、ね、一日中卵焼きを焼いていたので、バイトのおかげでうまく焼けるようになりました。卵も片手で割ることができます。応用でオムレツも綺麗に作れます、はいはい、将来はオムレツ専門店の可愛いお店を出すことが夢です。いい夢。不器用なのはお金の計算です。数字が子供の頃から苦手なんです。なるほど。へえ、すごいいいな。でも卵焼き得意料理ってなんか良くないですか。いい夢やし ね、 いいね。なんか、うん、オムレツ店出す。でも専門店出すならお金の感情は練習しとかないとね。確かに。いやそうよ。だからめちゃめちゃ優秀な右腕を雇うかやね。もうそれか俺や。俺あら、俺をぜひうちさん雇ってください。あ、クリップやめるんですか。そっち行っちゃうんですか。いやいや、併用してやりますから。併用やったらちょっと厳しいんじゃない。どっちもそんな生半可な気持ちじゃダメよ。わ、おかしいな。ラジオおかしいな。慣れてへんな。慣れてへんな。ちょっとまだ。まあまあやってるけど。ま、から結構これから起こしていくあるかもしれない。いや、これから遅いよ、もう。今後あるかもしれない。そろそろ、こっからちょっといろいろ学んでいきたいなって思ってます。あ、なるほどね。はい。もう勉強しましょう。はい。はい。ということで、うちさんありがとうございました。ありがとうございます。では、生放送なので、こじけんの天気予報。今夜も高気圧に覆われるため近畿地方は全般に晴れの天気が続くでしょう。明日は前線が日本海を南下し、湿った空気が近畿地方に流れ込む見込みです。北部では雲が多く、午前中は雨の降るところがあるでしょう。中部では晴れたり曇ったりの天気で、昼頃まではにわか雨のところがある見込みです。一方、南部では高気圧に覆われ大体晴れるでしょう。なお、海上や琵琶湖周辺では北寄りの風がやや強く吹く見込みです。大阪では明日の朝の最低気温は20度くらいで、今朝より2度ほど低いでしょう。明日日中の最高気温は27度くらいで、今日より3度ほど低くなる見込みです。なるほど、はい、ちょっと冷えてくるね。ねえ、いや本当に体調管理気をつけないとね。ねえ、分からへんよね、寒さが。難しいしね。難しい。マッサン半袖やろ今日。半袖。へえ。そう、一回ね、上着に手出したけど、ね、暑いわって。え、これでも半袖今日。僕は今日パーカー着てるけど今は脱いでるね。うん。でも夜寒いんやろうなって今ちょっと思ってる。そうね。夜は結構冷え込むでしょ。ね、そう。ね、本当体調管理気をつけていただいてください。はい。はい、じゃあ。皆さんからいただいているメール、今回器用な私、不器用な私ですね、はいはい、紹介していきたいと思います。ラジオネーム長野県のんさんからいただきました。ありがとうございます。せいやくん、まさかろくん、小島くん、こんばり、こんばり。私の器用なところは右利きだけれども左手も結構使えるところです。あー、ほうほうほう。いいね。家族全員右利きで、私も右利きなのですが、赤ちゃんの頃スプーンを握ったりするときによく左手を使っていたらしく、うん、はいはい、今でも意外と左手を使えて、箸は右手と同じように使えるし、文字も少しいびつですが書くことができますと。へ、小さい頃は姉に比べて折り紙が下手だったのですが、はいはいはい、まあ、お遊びで左手の文字を書いていたときにいつもと変わらず書けて、周りにびっくりされたので、意外と自分器用かもと思い始めました。はいはいはい、すごいな。両利き憧れるわ。憧れる。両利きいいな、うん、ね。へえ。なんか左利きって天才っていう。いいね。そう。なんかちょっと確かに確かに。ぶりたい時さ。ね、ないよそんな。右利きで十分よ。まあ、ね、今の自分を愛して。でもちょっと憧れへんかった。給食とかでたまに、はい、左。そう。友達が遊んでやったりするの。友達が遊んでやってたりする。なかったなかった。どういうこと？え、何を？友達が遊ぶの？左利きで？そう、左でも食えんねん言うてバーってやってんの。え、でもそんなん、いや、そんなんは全然できるやん、遊びやったら。うん、え、でも使えんねんで、ちゃんと。あ、ちゃんと使え。そう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 。あ、もう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 。あ、でもまあ、あ、まあ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 、憧れはせんかったかな別に。でも両方使えたら便利やなとは思う。ね、なんかなんかするとき、例えば、まあ、右手が骨折とかしたら、右手骨折したら左手でも全然いいわけやん。そうそうそう、うんうん、それはあるよね、ちょっと、うん、確かに。確かに憧れるわ。確かにね。なるほどね、はい、ありがとうございます。続いてですね、埼玉県のラジオネームミクさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。せいやくん、まさかどくん、小島くん、こんばれー。こんばれー。私の器用なとこは一着の洋服でコーデを人より多く作ることができることです。おすごい器用。いいよ。逆に不器用なところは髪の毛のセットです。どれだけ髪の毛を巻いてもカクカクしたりストレートになったりしてしまいます。皆さんは髪の毛のセットは自分でやってみますか？そして自分のお気に入りな髪型は何ですか？ぜひ教えてください。
とのことですけど、髪の毛のセットですね。僕たちでもライブは自分たちでやってますからね。やってますから、うんうん、雑誌とかね、そういうのはあのヘアメイクさんやってもらってるけど、はい、ライブの時基本自分でやってるから、はい、だから自分のお気に入りな髪型ですね。お気に入りな髪型、正門さんでももうこう2年ぐらいずっとこの髪型じゃない？そうか、なんかで割と前髪作ったりとか茶髪やったりとかは時期によっちゃあるけど、そうね、でも基本的に動かし方とか一緒かも。ちょっと波っぽい感じのくるくる巻いたりで前髪作るか、で2公演ある日はもう直すのめんどくさいから前髪だけ上げて、なるほどね、形整えるそういうセットにして、なるほどね、うん、割とちょっと楽な方選びがちかも。へえ、うん、俺2公演の時風呂入るからね、間で1回、ああ1回リセットするね。そう1回リセットしたいの、メイクも1回落ちても全部。へえ、で髪型とかも結構聖子の凝ってるイメージ。凝ってるね。えありがとう。 A グループやったら一番凝ってるんじゃない？そう、編み込みしたりとか、うん、なんかちょっと変顔してるりとか、伝わらないし。やめよう。あ、そう、ね、でもこそうね、結構遊んでるでしょ。あ、そう、あ、そうかも、それはそうかも。なんかね、ずっと一緒やと俺飽きちゃうの、自分に。すごい、自分に飽きちゃうのやって、かっこいいな。小島も毎回一緒やもんな。僕は一緒よ、うん、飽きひん？僕はなんか見慣れてくるやん。いや、まあそれしかできんし、うん、それが一番似合ってるっていうのが分かってるし。なんでそんな決め顔で話すの？僕はね、そんなに特殊なことあんましないです。自分では人にはやってもらって。確かに確かに、うん、お気に入りは難しいけどね。そうね、お気に入り教えてください。日々更新中か、せいやくんとかはほんまに。そうね、そうやね、変わる気分によりけり、そう、いろいろ見つけ出してる。なんか色によっても変わりますもんね。確かに印象がね、ストレートでいける。それこそこの夏とか俺エクステつけたりしてたからね。ね、色の、そう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 、なんかいろいろチャレンジして自分なんか見出してる。はい、まあなんかお気に入りっていうか。おい、なんやろ、適当やな。はいってバレたか。適当やな、めちゃめちゃ。だからお気に入りというか、なんかやりやすいというか、見慣れてんのを俺らよくやってるのが多いから、ね、まあね、そうやね、うん、みんな気に入ってくれって感じですね、みんなもね。はい、ありがとうございます。さあ続いて兵庫県、ラジオネームリノさんからです。リノさん、ありがとうございます。末澤くん、正門くん、小島くん、こんばり。こんばり。私の器用なところは誰とでもすぐに打ち解けることができるところですが、いいな、自分から連絡したり遊びやご飯に誘えないことが私の不器用なところです。出会ってすぐのことかだと、ご飯に行っても話が弾まなかったら気まずくなりそうで誘えません。皆さんはご飯や出かけるときは自分から誘う方ですか？はあ、はあ、いや俺全く一緒かも。あ、そうだよ。連絡するのすごい気使っちゃうというか、勇気いる人。あ、打ち解けるのはできるけどってことじゃん。まあ、そう、会って喋ったりとかするんだったらもうすごい楽しめるんだけど。打ち解けれてるとは思ってる人やもんな、マサカ。え、どういうことそれ？あ、そういうタイプか。そういうタイプ、マサカドは。どういうこと？割とだから、その自分は打ち解けれてると思ってるタイプってことだよね。うん、打ち解けて連絡先も交換して、うん、あ、ちょっとそれって俺らも、俺らも打ち解けれてると思ってる？打ち解けてるよ。ああ、そうだ。それだから、あれ、まさかなんか連絡先を交換したら打ち解けれてるみたいなこと？いや、もう2人で共通の話題とか趣味があったりとか、ああ、どうもって会った時になれたり。あ、マジか。ああ、そうなんや。え、俺2019年4月ぐらいからこんな感じ？いや、浮いてる？そう思ってたんや。いや、まあまあまあ、そう思ったんやって。ちょっと意外でしたね。意外やった。そっか、うん、ちょっと余計連絡するのも怖くなった今。いや、ちょっとわかるけどね。ちょっと先輩とかは僕も言いにくいけどね、うん、ちょっと。やっぱちょっと勇気いるね。一歩勇気踏まなあかんね。うん、俺それ平気かも。あ、そうなんすか。うん。なんかその、なんやろ、そのご飯行って話弾まんかったら気まずくなりそうやから誘えへんとかは思わへんかも、うん、ああ、なるほど。別に強く誘うもんね、結構人のこと。そうね、そうね、俺多いかもね。 A の中でも言い出すんだって。強くなってる。そうやな、ご飯行こう。いや、俺なんか今でこそなくなったけど、一人があんま好きじゃないからかもしれない。ああ、そうなんや。寂しがり屋とかじゃなくてね。どういうこと？じゃあどういうこと？じゃあどういうこと？納得いかへんくなった急に。喋る？喋ろう。ちょっとどういうことか分からない。何一人が、いや、寂しがるから嫌じゃないの？普通はね。普通はっていうか一番多いのは。うんうんうん。いや、でもなんやろな、一人になるのが嫌やから寂しいってわけじゃないね。一人になったら何が嫌なんですか？なんかそうね、いろいろ考えるやん、一人って。なんか深い話になってきた。なんか深いんかな、分からないけど。ねねとか言った。今全員スタッフさんが首をかしげました。わ、ね、からへん。いや、俺、近松くんは共感できるタイプやなと思ってたんやけど。あ、一緒に匂い感じたんや。そう、
そんなことない。大笑い、大笑いしてる。もうヒラみたいなってる。別にそんな。今日一笑ってはったわ。いや、そうなんや、そうそう。まあ、これについてはちょっとまた今、また。もう全然分からへんわ。また、ちょっとまた。分からへんけど。いや、ちょっと俺も。買い物とか一人で行くって言ってたから。買い物は一人がいい。難しいなそれは。だからちょこれについてはまた今度喋るわ。長なってまうからまたこれそこでスペシャルで話してもらったらまたちょっと長なってまうから、まあ、そうね、うん、また聞きましょうか。またそれ、はいはい、また話しますわ。ではじゃあ次の曲の方に行きましょうか。はい、次の曲はですね、奈良県おすましさんからのリクエストです。スノーマンでエボリューション。今週は A グループがお送りしています。関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、略してカンバリ。続いてはこちら、カンバリジャニーズ算数。ハロハロ、すなちゃんです。今回 A グループの皆さんにやっていただくのはジャニーズ算数です、うん、数あるジャニーズグループの人数を数字の代わりとして計算してください、はいはい、例えば A グループ足すなにわ男子はという問題だと A グループ6人足すなにわ男子7人イコール答えは13となります。あ A グループ×なにわ男子は42、 A グループ足すなにわ男子足す平成ジャンプ8人引く小島健1人イコール20みたいなルールです。問題が出たら分かった人が手を挙げて答えてください。あ、なるほどね。成績がベベになった人はなんかの罰ゲームが課せられます。うわ、頑張ってください。久しぶりやな、罰ゲームのやつ。ということで今回はジャニーズ算数という遊びでございますね、はい、まあ、さっきすがちゃんの説明にもあった通りグループの人数で出題されるということですよ ね。いやーちょっと難しいね、ノートレスね、これは。ちょっと苦手やわ算数。ちょっと起こさなね頭を。やるやって言っといてほしかった ね、前もってね。もちろん暗算ですよね。ですよね。暗算って何？暗算やろ。暗算？暗算？暗算じゃない。あ、暗算は暗算祈願か。暗算祈願。そうか。でもすぐぐらいはオッケー。いやダメでしょ。もうそれは。いやもう正々堂々行きましょうか。うん、じゃああかんってなった。それはもう正々堂々。ブレブレやもん。今じゃああかんかって言ってたもん今。ジェバさんが。あかんか。だからもう正々堂々、威風堂々行きましょう。これはもう。オッケー。本気で。ちょっと変わってくるけどな。うん、全部で、ね、何問あるんですかね。何問？何問？用意したね。なるほど。今回作りやすそうですね問題。そっち側さん、FM さん。そうでもない。あ、そうでもない。本当作りやすそうやったけど今回。じゃあより多く、ポイント獲得した人の勝利ということで。うん、はい、わかりました。じゃあ早速第一問やっていきましょう。お願いします。手挙げたらいいですよね。ジャニーズ算数第一問。はいはい。はい。A グループ足す。はい。A グループ足す。はい。なにわ男子足す。はい。なにわ男子引く。ジャニーズウエストでは。はいはい。今僕だったよ。おい、鈴田さん手を挙げなさいよ。今挙げても。じゃあ僕やって、エヴァさんが。小島ですよね、うん。はい。いいですか、答え、いいですか、答えは、19! イェーイ。いやいや、でもこれちょっとさ、曲 BGM 残ってたやん。ブン、ブンみたいな。どういうこと？そこでも挙げてもいいんすか？いいよ、いいよ。もう分かったら挙げていいんすか？よし。だって早いもん勝ちですから。鈴田さんまだ計算してますね。無言で。あれ、答え出たけど。はいはい。え、答え出たけど手挙げて19って言ったよな、小次元答え、うん、正解になったよな。納得いってへん多分。あ、そうなんや。算数に納得いかん人やから、末澤さん追求する人やから。算数を理論を覆そうとしてる。そうそう、なぜ 1+1 が2なのかもまだ納得いってないから。哲学的やな。そうそうそう。19か。ちょっとじゃあせいや君にはちょっとハードルが高そうなもんね。まあまあまあ、はいはい、まあまあまあ、まあ、じゃあ小次元が1ポイント獲得ということで、大幅に一歩リード。まあでも全部あと7問、あと6問残ってますからね。そうね、みんなも逆転できると思います。はい、はいはい、それでは続いて第2問よろしくお願いします。ジャニーズ算数第2問、はい、キング&プリンス足すストーンズ足す、はい、スノーマン足す、はい、なにわ男子引く、はい、ABCG では。はい、早っ。22。よえ、待って、早くない？小受験しゃあ、せいやくんがまだ計算してる。せいやくんやっぱりまだ計算してるね。これは何なんこれは。これいらん時間じゃないの。分からへんねんな。なんとか今手のひらで字書いてて小指を過ぎたぐらいまでいったけど。はい、で首かしげました、ね。まだ首かしげてあるわ。いや小受験早いな。早いね。ほんまに 22？ 何疑ってんの。マジで。合ってるよ。合ってたな。合ってるよ。
いやちょっとあの途中で引く入ってくんのめっちゃややこしいわ。ねえ、ややこしいですね。小学生みたいなこと言ってんねや。そういうことじゃないでしょ。めっちゃややこしになるわ。もうそこで一気に分からんくなんね俺。まあまあ難しいわ。まあ頑張って頑張りましょうよ。小島早いな。いや僕もまだまだ油断できませんから。ちょっと待って、はい、ほんまに真剣にやるわ俺。さあそれでは続いて第3問目、はい、よろしくお願いします。ジャニーズ算数第3問、はい、キング&プリンス×ストーンズ×スノーマン引くキンキキッズ引く ABCZ では。入手だった、はい、えちょっと待って、263。しゃー、待ってめっちゃ早ない？しゃー、やったぜ。ちょっと待ってよ、相変わらず末澤さん計算しておりますけど、もう今回ダメでしょ。もう今回もう納得いかないんですから、もういいでしょ計算。かける、よしよしよし。だからもうあそこよね。どこ、キング&プリンスかけるストーンズかける、はい、うん、スノーマン、はい、引く、キンキさんでしょ。もうその辺、はい、引くが入ってきたらへんから分かんなくなった。あ、もう引く出たら分かんない。俺多分引くが無理やわ。小学1年生の内容引くが出かけるじゃなくて引くなんや。ずっと増やす方で言ってほしいね。だから減らさんといてほしい。残り3問分かんなくなるのが問題が残ってれば、ね、難しいわ。もういいですけど、うるさいな。何怒ってんの。現在小受験3ポイント獲得で、もうこれで俺単独首位ですよ。もう正直もうこれでベベはない。ちょっとさ、ハンデ欲しいんやけど。ここに来ていやちょっとこれ不利よ。いや不利とかないやん。いやめっちゃ不利やで俺。ないよ。だってもうマイナス入ってきたら絶対無理やねんもん。それは不利とかちゃうやん。そういうもんやから。だから一旦ちょっと5秒分かってから5秒待ってよ。5秒はでかいわ。いやでも3ポイント取ってるからちょっとさ。じゃあ3秒。違うお前ほんまに今んとこで小島が答え終わっても俺まだたどり着いてないんで。うん、そうです、ね、だから5秒ぐらいいけるって。いや無理やって。5秒次の1問だけ5秒待って。まあ1回ね、1回やってみよう。いや俺全然楽しないやん、そんな分かってもちょっとまさかでもラッキーやなそれ。なんじゃろ。5秒経ったらもう手挙げていいから。5秒ね、小次元が入っていってから5秒後に小次元答えれるからね。そうそうそう。なるほど。そういうことそういうことよ。OKOK。 じゃあ続いて第4問目、はい、よろしくお願いします。ジャニーズ算数第4問、藤原丈一郎かける大橋和也かけるじゃ関ジャニエイト引くキンキキッズ足す ABCZ では。はいはい、1、2、3、まさかの、はい、4、いいですか、8、イエーイって言いづらい空気。イエーイって言いづらい空気。聖夜くんがまだ計算してる。小事件が親指噛んでる。噛んでへんわ、やめろ。めっちゃ、だってさ、噛んでへんわ。はい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 。肘に手つけて。すなちゃん噛んだよね。噛んだ。噛んだね。じゃあで噛んだね。もう俺そこで一気に分からへんくなった、うん、今。あれ噛んだあかんわ。エイトさん噛んだあかんわ。じゃって言ったよね、最初なんか、じゃって。もうそこで俺一気に計算がなんか、ブワーンってぼやけたんよ、ね。僕もぼやけましたよ。もうその輪郭を集めて。そうやね。でも早かったね、マスさん。小事件の次にね。ちょっと今んとこ俺さ、最後までたどり着いてないよね。まだ。まあでもこれで1ポイントで、僕3ポイントで、でも次もだから5秒待ちますよ。このルールいいんじゃない？あ、マジで？いいんじゃない？お、まさかどもえ、もういいよ。別に俺だって1、2、もう最下位になることないから。じゃあまさかども5秒待ってよ。だから俺最下位になる可能性あるんすよ。そうやね。うん。まあ、5秒待ってたらあるよね。で、まさ、まさ1、でも俺んとこまだ1問も俺最後までたどり着いてないから、計算が。いや、違う違う違う。それは自分が悪いやん、これ。違う、だから。環境の問題とかじゃないやん、これ。だから5秒待ってよ。いや、無理や、それは。いや、まさかの3秒、まあ、3秒。わかります、5秒待って。はいはい。じゃあ3秒飲みます。うん。いいの俺。余裕いいの俺。まあ、いやいや、じゃあ1回それでやってみよう。1回やってみよう。次の問題だけ。そう、次の問題だけ、とりあえずそれやってみよう。すごいな、ハンデ多いな。次の問題だけね。せこいけど。ちょっともうちょっとゆっくり言ってほしいな。早いねんな、じゃあもうさ、途中が。第5問ですかね。早いから。じゃあ続いて第5問目。はい、お願いします。耳悪いね。ジャニーズ算数、第5問。スノーマン足す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 。嵐足す。平成ジャンプ引く ABCZ では。はいはいはい。1、2、3、スノーマン足す4、5。はい、持ちません。5秒足しました。スノーマン足す。いいですか、スノーマン足す。ちょっと黙ってよ、答えるから。嵐行くで、行くで、答えるで。スノーマン足す。答えますよ、行きますよ。あれ、そうなの。答えは21。うわちょっと待って。これ、一回、お手つき。一回見せたら、もう0点になるんちゃかったっけ。ならんよ。え、お前、どんだけ大爆地なん。1ポイント、俺も答えへんよ、それやったら。いや、だからよ、よう言ったな、思って。いや、よう言ったな、思ってちゃう。え、ちょっと待って、スノーマン足す？スノーマン足す？足す。嵐？嵐さん？
足す次引くやったっけ。いや引くやった。ちょっともう一回問題。問題もう一回ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。はいはいはい、はい。いや、ちょ、もう赤し、一回、それはもう。それもう。赤、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 それも赤よ。ちょ、はい、お手つきしたらあかんて。ちょ、答えさせてよ。あかんよ。俺だって答えたいもん、一回ぐらい。答えさせてよ。俺まだ最後までたどり着いてないね。答えていいじゃん。3って言ってみ、3。え ?3 って言ってみ。ちょ、待って。勘で言っていい？いい。さっき何つった？勘で行くんや。僕先や。21。言ってへん、21って言ったよな。21って言ったよ。21って言ったよな。21って言いましょう。23。はい。1、2、3、4、5。はい。いいですか？いいよ。20。はい。もうアウト、もうアウト。それはもうアウト。2回はもうあかんて。2回はもうあかんて。それは当てずっぽいやん。またこれ行けや。しゃあ行くわ。よし。はい。1、2、3、18。ちょっと待ってよ。ちょっと式覚えてないよ。はい。22。はい。1、2、3、19。はい。1、2、3、4、5、18。言うたよ。はい。待って、これ算数？ 25。いいや、一人だけ。数えていいや。1、2、3、16。はい。1、2、3。長いな、この5秒。15。はい、はい、1、26、3、4、やったーやったーさあ、何やっけ、何やっけ、もう一回問題流してもらっていいですか。何やっけ、問題。これ見てる人、聞いてる人もわからんし。そうやな、すっきりせへんな。ジャニーズ算数、第5問。おさらいね、おさらい。スノーマン足す、スノーマン足す、はい、嵐足す、はい、平成ジャンプ引く、はい、ABCZ では。あ、そういうことか。そっかそっかそっか。26やろ。ほんまやほんまや。どう考えても。うわ、ミスった。どう考えても26やろって。これでも、ちょっと腹立つな。これでも、末澤さん答えすぎじゃないですか。これどう？いやいや、みんな答えてた。ダメじゃない？みんな答えてたよ。俺は別に点数いらんかったもん、今。もう当てたいだけやったから。いやいや、そんな関係ないよ。どっちにしろ点数はなしじゃない？これ。いやいや、ありですよね。それは別に。当てて数字当てたことには変わりないもんね。あー。エヴァさん。え、ちょっと言わされて。まあまあ、じゃあ、末澤さん1ポイント。まあまあ、いいよ。イエーイ。やばい。ってことは、まさかのさんと並んだ。じゃあ、まさかのさん次もう、あれで行きましょう。ノータイムで行こうよ。もうそれは、手上げてすぐ行こうよ。なんで嫌そう。なんで嫌そうなんですか。そりゃそうや。条件一緒じゃないですか、せいやくん。計算早いもん、ね。あと2問あるんでしょ。あと2問ある。だって俺まだ1回も、最後。でも3秒あっても、そうそうそう。答えれてなかったし、あってなかったから。トントン。うん、はい、トントンです。よっしゃ。やりましょう。なんで納得いかへんの。小島が一番大人やから5秒まだ飲んでくれてる。そうよ。何も言ってんけどな。じゃあ第6問目、はいはいはい、お願いします。ジャニーズ算数第6問、ABCZ×ABCZ×高木優也×ABCZ では。はい。30。あれ、はい、あれ、え、あれ、はい、わ、合ってるくない。いや、合ってない。マッサンじゃない。まさかでいいですか。いいじゃない。え、115？はい、1、あれ、2、3、あれ、4、5、125。あー、しゃー。計算ミス。え、ちょっと待って。言って、え、どういう計算したの？え、なんだっけな。ABCD さん。だから 5×5 で、25で、1×5 やから、25×5 で結局計算して、120。25×5 間違えた。俺もやわ。俺25足す5にしてたんやな、じゃあ。それはただただ聞き間違いですね。俺が悪いってこと？まあ俺が悪いっていうか、逆に他に悪い人いないですね。犯人探しする必要ないですね。せっかくたどり着いたけど、はい、うわ、今俺絶対勝てたのに。目的地が違ったな。今急に簡単やったね。そうやな。イージーの問題。じゃあ、そう、これぐらいの問題出してほしいね。いや、もうチャンス問題やったけど。もう7問目ですから、次。ラスト。次ラスト？え、僕がなってんの？え、次ラスト？次ラストじゃない？そう。で、今、ポイント整理していくと、はい、小受験が3ポイント獲得。うん。スリー。で、せいやくん、まさかどが1。うん。スリーか。3、3、3。じゃあ、こちらも次答えておいてや。3、え ?1、1。いや、から俺4じゃない ?4、1、1。あ、4か、4か。俺4ポイント、俺4ポイント。だからもうこちらも答えんでいいん、次。あ、じゃあ、わかりました。次の問題。何点にしますか？出たよ。でも、これとまさかどがさ、俺思んないやん。どっちかが、めっちゃ面白い。もう、それは、まあそっかそっか。そうそうそう。じゃあもう一騎打ちってことね。そうやな。じゃあ俺審判やるわ、ちゃんと。オッケー。オッケー。それでは。最終問題。罰ゲームの人をかけて。はい。第7問目。罰ゲームとご褒美をかけて。よろしくお願いします。ちょっとゆっくり言って、ゆっくり言って。
いきますよ。それでは近松さん、音楽お願いします。ジャニーズ算数第7問、キスマイフット2かける ABCZ かける高木優也かける高木優也かける ABCZ では、さあどうだ。もうなぜわからない、はい、あ、今両者同じように見えましたね。もうこれ一緒に言っていいんじゃない、答え、せーので。 OK 言おうよ。でも正解かどうかはまだ鳴らさずに一緒に今とりあえずせーので。じゃあ小池健せーの言って。あ、せーのね、 OK、うん、ムーピ。何それ何それ、間違えた、せーの間違えた、いら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 せーのっていうの間違えた、いらいらいらせーのっていうの間違えた。いきますね、大丈夫ですか。はい、いきます、ね、待て、あ、飛んだ飛んだ飛んだ、藤沢さん飛んだか。さあ今思い出しますか。ああ、絵を、はい、じゃあ俺もう正解か正解じゃないか分かるから、俺も、うん、正直合ってるかな、はい、え、俺もまたじゃあ正解かどうかは言わないですけど、はい、とりあえず2人一斉、はい、いきますよ、はい、せーの175。さあそれでは175、同じですね。それでは、正解か、正解じゃないかお願いします。おー、いやー正解ということで結果は整理すると小島くん4ポイント、はい、せいやくん正門が2ポイントずつということになりました。これどうなんですかね、罰ゲームはその2人でできる内容なんですか、それとも1人の方がいい、どっちですかね、内容的に、内容的にじゃんけんしますか。あ、もうじゃあもう、じゃあもう本気のじゃんけんしましょう。ハイテンションじゃんけん、オッケーオッケー、ハイテンションじゃんけんで、オッケー、もう勝ち負けより正面ハイテンション差で決めるっていう。それ誰が決めるじゃんけん、もうそれはもう僕たちみんなで決めましょう、小島ともうスタッフさんみんなで本気のハイテンションでね。じゃあ僕が用意スタートって言ったらハイテンションで、はい、スタートいきますよ、よーいスタート。しゃーしゃー、おおおいいぞ、じゃんけんや。まさかど立ってますよ、うるさいな。まさかど、お、水沢も立ちました、両方立ちましたよ。最初はグーから始まるじゃんけんじゃ、最初はグーから、いきますね、うるさいね、みんなちょっと音量下げてね、最初はグー始まる、じゃんけんポチョキ、お、アイコです、チョキです、チョキです、映像で伝わらないのが悔しい、おーパー対パー、ウーパールーパー対カメハメハです。はい。伝わらないのが悲しい。最高でしょー。あー、ちょっと待って、決着がつきました。まさかのがグーで、末沢がチョキなので、勝者はまさかのー、異議申し立てます。はい。異議申し立てます。いや、お疲れ様でした、二人とも。異議いいですか、お二人ともお疲れ様でした。絶対俺の方がハイテンションだと思います。いや、なるほどね、だってそこを結構見るって言ってたじゃないですか。見ました。ちょっと待って、最初立ったのどっちやと思ってんの。いや、最初立ったとか関係なしに、でも二人ともいいテンションでした、正直。でもトータルのハイテンションさ見てください。いや、声高いのはそれ末沢さんですけど、声低いなりに、じゃんけんの出し方 も、 でも最初から変顔してたの僕ですよ。変顔はしてましたね、途中からまさかど合わせてきましたね、確かに。いや確かに。でも一発目普通に出しましたからね。いや、でもね、まさかどさんはね、おっさんなんですよ。おっさんがあんなに頑張ったっていうのをちょっと認めてほしいかな。それで年齢は僕の方が上ですから。いや、でもジャニーズですやん、末沢さん。まさかどさん、僕はジャニーズです。俺ジャニーズです。おっさんですよ、これ。確かに。その辺の、その点で言えば、おっさんに、はい、そっか。今ジャニーズっておっさんのじゃんけんだった。おっさんにしては頑張ってたってことだ。そうおっさんにしては本当にラジオ慣れもしていない中頑張って、確かにそれはそう、一番やっとんねん、ハイテンションで一番頑張りでとんねん。じゃあ負け認めます。はい、認めました。ということで罰ゲーム受けるのは末沢さんです。はい、はい、勝ったけど負けた。罰ゲームご用意していただいていいですか、ね、内容は何なんですか、罰ゲームの。うんはい、これやった、はい、何ですか。なにわ男子会で評判やった鼻からちょっとだけ水を飲むのが罰ゲーム。それ何、そんなことしてたんや、星野さんみたいな。なにわに何させてんすか。ほんまに。あ、ちなみになにわ男子だと誰がやりはったんですかね。あ、高橋恭平、うんうん、で末沢さんが今回やると。負けましたからもう認めましたし。認めたな、うん。いや、でもいい、めっちゃいいテンションやったし、めちゃめちゃ面白かったけど、もうしょうがない、それはじゃんけん。しゃあない、ちょっとおっさんに鼻の水入れんの見てられへんやろ、ね、そら。おっさん鼻水入れたらほんま病院みたいな。心配されるだけやからな。ええついて終わりますから。これでやればいいの、これでやるの、はい、こうやって飲むってこと。でもちょっとだけでいいんですもんね。 3リットルぐらいですかね。ちょ、むせへん。むせないよ。
ぐスターはむせないんじゃない？そうだね、ジャニーズならおっさんはむせるけど、スターってほしいよね。どうやって飲む？ちょ、どうやって飲む？え、もうグワーグワーって首後ろに濡れへん服とかだって。でも服の心配するんやったらもうやんなって話ですから。ちょっと怖いもん、こっちでやっていい？これそう、ちょっとマイクだけね。そうね、あれやから、確かにキャップに水入れて、ちょっと離れてね。あ、ちょっとキャップに水入れて一回シミュレーションやったりね、シミュレーションとして、ね、え、ちょっと待って、どういうこと？これもっともっと首グイーって後ろに行くの、もっとグイーって、もっとこういうこと、そうそうそう、それで、あ、口に入った今かも、鼻の下にキャップも陣中のとこにつけて、もうガンこうして首ごと、あー、そうやな、その方がいいな。うわー、かも、なんかそういうチューブ持ってきて繋いでグーちょっと待って、今さ、うわー言ってたんやけどえ、これ多いの？量的にはこんなもんすか？こんなもん、あ、ほら、え、ちなみに鼻から入れるってことはもう吸わなあかんのですもんね。ちゃんと水を鼻から。うわ、なんでこんな罰ゲームやんの入れなダメよ、ちゃんと鼻に。じゃ、なんですごい素朴な疑問に立ち返った。なんでこんな素朴な罰ゲーム、なんでそんなことするの？小学生の頃やったよね。やってないよ、こういうのトラブルになったけど ね。じゃあ肩鼻を押さえた方が、うわ、もう本気や、この人本気ですわ、罰ゲームもう飲む気や、ね、やるんやったらだってやらないですね。かっこええ、いくよ。はい、いきます。じゃあバカ怖いんやけど、321でいいですか？321でいきます？321でいいよ。うわ、いきましょうか。じゃあせーの、321。あ、もう見てられへんわ、もうなんか見てられへんわ。あの、あれや、ティッシュ持ってきた、遅いわ、ティッシュ持ってくの遅いわ、やる前に持ってくるかな。そうや、普通先持ってくるやろ、はい、めっちゃ服濡れたし。そうやわ、あの、あれやわ、プール。あー、鼻に水入っちゃった時のうわー、なんか見てられへん、辛そうやわ。何、マサイ、マサイ一人だけ笑ってんのよくなくないですか？ポイント同じやろ。何がよ、買ったやん。制約的にどう、ちょっと嫌じゃない？そのポイント取ってない、同じポイントの人に笑われてんのよ、今。ハイテンションやったもん、俺でも。嫌 やんな。なんだ、マサイもやった方がいいよな。はい、ということで、まさかの罰ゲーム。まさかの鼻から水です。罰ゲームの概念よ。いや、もうそれはあかんわ。じゃあ、もうティッシュだけちょうだい、じゃあ。そうだね。ティッシュだけ。あー、むっちゃプールやわ。いやいや、それ。上辺だけちぎって渡すなよ、ティッシュの。ティッシュ。はい。これ。いやね、ほらもう、末澤さんテンション低くなったやんか。何してくれてんの？プールで溺れた時の感じ。うわぁ。予測せずに水入ってくる時あるやん、鼻に。うん、あれ。あるあるある。これ俺結構涙見るだろ。怖腹立つな。もうこれでほんまにもう、じゃ仲直りしましょう。ね。もうポイント大事で、じゃんけんとかしたら仲いいけど。したみたいになった、俺。うわ、帰り恥ずかしい。これで、もうこれは波々でしょ。あ、もうそれ波々よ、今。大波よ。行くのー、肩、ちょ、もう見てもないやん、肩鼻閉じて。いや、もう死ぬ、落としたしね。ちゃんと、後片付け、肩鼻閉じて。うわー、はい。じゃあ、3日でいきますね。ってやった方がいい。って。怖っ。それでは、まさかとさんの、罰ゲームまで。3、2、1。溺れてる。ティッシュ。溺れちゃった。鼻水。なんか嫌。ティッシュ。なんか嫌やねんけど。赤ちゃんみたいになってる。痛いよな。痛い。そうやねん。漫画みたいな音出る。わかる？プールの感じ。プール。プールよな。プールはもう。鼻の奥ツーンってしてる。まあ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 、来ますよね、それが吸ってんから。インフルエンザの検査の綿棒を貼らなきゃいけない。ああ、そう。そんなに？それがね、マジであれ。うわぁ。じゃあなんでこれやらなあかんの、俺ら。いや、それも罰ゲームですからね。罰ゲームがないとやっぱゲームは成り立たないですから。いや、絶対ラジオでやる罰ゲームちゃうしね、これ。いや、でも、絵がおもろいやろ、リアルな音でしたよ。やってる絵が面白くない、これだって。みたいになんかリアルな音出てましたよ。こういう罰ゲームをさ、ツイッターとかで上げてほしいよね。まあ、映像で。映像でね。やってる様を。でも、マスターの先の上げれないよ。やり損やわ、なんか俺ら。やり損とか言ったらあかんよ。これ。やらしていただいてるんだから。伝わってるだって、見て。いや、伝わるよ。聞いてくれてる人にこれ。あなたやってないから、そのスタンスで入れる。いや、それはもう俺もぶっちぎりトップでしょ。やる意味もありませんよ。やったらやん。やる意味ないでしょ。はい。今回の。やったらええんちゃう？もうやりいや、もう。いや、もうおかしい。じゃあもうやったら？いや、次からそんななくなるやん、この罰ゲーム。次俺がやってんかったら俺がまたやってへんからっていうので、この罰ゲームできますから。これ好評やったんですよ、何はあの時に。じゃあもう A グループでも好評ですよ、これは。
あと4分で番組ほらもう4分で終わんねんからもうやっといたらええんちゃう。いっそのこと、いっそのこと、おかしいやろ。今日ラスト小島やって終わろう。最後のだからいつも名言言ってるところを、そう言ってるところで。ちょっと待って、わけわからん。どうしよう、わけわからへん。鼻水飲んでブハーって言って終わる。俺がやりだしてほんまいよいよ次からゲームがなくなるから、ね、じゃあまさかの罰ゲームだけでいいんだよ、はい、ゲームコーナー、ね、お願いします。はい、じゃあもうちょっとエンディングの方いきますか。はい、行きましょう。絶対やらんで俺から、ね、あ、そう、お誕生日エンディング前のハッピーバコーナー行きましょうか。はい、ラジオネーム熊本県ゆきちゃん、10月2日。はい、埼玉県レナレナさん。東京都ルミさん。北海道ほな。福島県セイピョンさん、大阪府ゆずたまさん。大阪府なあは。埼玉県さきさん。石川県まほ、ごめん、水が。石川県まほさん。まほさんかわいそう。埼玉県あーちゃん。島根県ここみさん。京都府ののさん。あ、これ、群馬県あやぽんさん。大阪府あいちゃんさん。神奈川県すちゃんさん。お誕生日おめでとう。はい、 A グループの回でもなにわ男子の回でもハッピーバー申請待っています。自分の誕生日が放送日に近いところを狙って、私何月何日誕生日ですというメールください。はい、ハッピーバーメール専用フォームがあるのでそちらからメールしてください。毎回たくさんのハッピーバー申請をいただいているので全ての方のお名前をご紹介できていないのですがご了承ください。お願いします。はい、ということで関西ジャニーズジュニアが FM 大阪からお送りしてきました関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、エンディングのお時間になりました。はい、早いね、今日も早いね、早かったな、はい、俺ほんまにやらなあかん。え、はい、リクエストのメールをどんどん送ってください。 FM 大阪のホームページでリクエストから番組名で関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンドを選んでラジオネームやリクエスト曲などもろもろ記入してメールしてください。はい、来週10月12日なにわ男子の回、メールのお題は食欲の秋、なるべく簡単レシピです。皆さんが普段食べているやり方で、一番簡単で一番美味しい食べ方を教えてあげてください。はい、そして10月19日 A グループの会は生放送でお届けいたします。はい、皆さんから送ってほしいメールのお題は、はいはい、落ち込むわです。落ち込むわね。最近落ち込んだ出来事、現在進行で落ち込んでいることなど、ドーンとなった出来事を教えてほしいです。 A グループが励ましたいと思います。いいですね。そして10月26日のなにわの会のメールを募集いたします。メールのお題は今年なくしたもの、落としたもの、戻ってきたものですね。うん、はい、こちら来週までに送ってください。はい、お願いします。俺今年初めて財布落としたこと、落としたんですよ。そう、今思い出した、これ見て、いつ落とした、いつやっけな、2月3月くらいかな。結構最初の方やね、今年の。そう、帰ってきたの、うん、帰ってきました。もう無事その落とした状態のまんま交番にあって、あ、交番にあったね、助かったなと思って、よかったですよ。財布はきついよな、落とすのマジで。きつい、確かにね。財布と携帯だけはもう落とせないね。そう、ないようにしないとなと思いましたね。さあ、じゃあせやくん準備しといてください。はい、わかりました。じゃあ俺がさ、はい、やる意味がほんまにわからへんのよ、もう最後。この後やるんでしょ、僕ね。ということでね、ほんまにわからんくない、まあ、残り7回しかない関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド A グループの回、うん、まあ1回終わってしまいましたけども、まああと6回ありますからね。ですね、6回もたくさん楽しんでいきましょう。はい、やらしてもということで、わ、なみなみ入ってるやん、もうタップタップで、これいつしてもおかしくないわ、これどういうことこれ。はい、ということでお時間の方が近づいてまいりました。さあ、それでは最後、小島くん鼻でクイッとお水を飲んで、なんでなん、ふわっと気持ちよく終わってもらいましょう。はい、気持ちよく終わりましょう。ということで関西ジャニーズジュニアのバリバリサウンド、ここまでのお相手は A グループ正門よしのりと末澤誠也と小島健でした。じゃあお願いします。ちゃんと、はいはい、せーの。どうでしたか、感想お願いします。感想を、生きるって大変です。名言が出ました、生きるって大変ですね。絶対に真似しないでください。バイバイ。シードのピュアシリーズは日本国内